ごきげんよう。モチベーションアップ、講演家の宮崎豊です。今日は11月の4日水曜日です。三好庄原倫理法人会のモーニングセミナーがある日です。今日も参加してきました。今日は広島市中区倫理法人会の副会長の八尾誠二さんの講話がありました。これは面白かったですね。いろんな興味のある話が多かったんですが、一つだけ、言いますと、最初講演される時こういう話から入られたですね。現実は全て素粒子からできている。素粒子と聞いて、普通に言うと、どうですかね、原子は素粒子でできているという言い方があってですね、そして、物質の最小単位が、素粒子だという、こう図面を、で示されたんですが、そういうことです。でもその素粒子で現実は全部できている。という話から展開していかれたんですが、みんな興味をぐっと持ちましたね。素粒子でできてる、なんだそれはというね、どっと集中力が高まったんですが、その中で、断捨離、よく話がありますが、今断捨離じゃないんだと、私が聞いた話で、よかったのは全捨離なんだと全捨離の話をされました。それを言われた方の話をされて、なかなかその話も面白かったんですが、一つこういう話がありました。部屋の掃除とかしますよね。そして、部屋が片付いてなかったり、だいたい会社へ行って整理ができてない会社へ行くと、だいたいうまくいかない、行ってない会社が多いというですね。ある会社の経営者の話で、その会社は、うまくいってる会社でね、どんなノウハウがあるんだろうかと思って、みんながその経営者のところにみんな聞きに行くんですね。どうやったら成功できるんですかって言って、その社長は一つだけ言うんですね。いや、そんな難しいことないです。一つだけ成功の仕方があります。私がやったことです。それは何か。それは整理整頓ですと言われたんですね。で、その素粒子と整理整頓が関わってくるわけですが、整理整頓してない、ところは、ひどく言えばゴミがこちらかっているところは、素粒子の流れが悪くて、素粒子の流れが運がつかない、不運というんですかね、の方に素粒子が回っていく。だからゴミの多いところは運がつかないんだという話なんですね。素粒子でそう決まってるんだという、そうなるんだという話ですよね。そして、その中で一つ面白かったのは、部屋の掃除する時の話です。それは床面積が広くなると運が向いてくるとね。確かにこうやって見てみますと、結構床にいろいろ私も置いてますが、これはちょっと片付けたんですけど、その確かに床面積が広くなると運が向いてくる。それは素粒子の流れがいいからだという、話でした。そういうことで今日は三好庄原倫理法人会、モーニングセミナーはその八尾誠二さんの話、すっごく面白かったんです。他にもいろんな面白い話いっぱいあったんですが、その話を聞いて帰ってですね、今日はなんと国会を見ました。で全部見たわけではありませんが、昼からチャンネルを変えてましたら、アメリカ大統領の話がいっぱいあったんですが、その中でこう日本の国会中継へたどり着いたんですね。そしたらなんと今日はたまたまですね、私が見たのは辻元清美女子の質問。これがなかなかですね、うまいですね。聞いていて、なかなか菅総理も加藤官房長官も大体答えは
あまり変化しなくて、なかなか核心に入っていけないわけですが、それは志位和夫、共産党の志位和夫さんも、これは真正面から質問していっていこうとするんですが、国会見て思ったのは、質問するんですが、その質問に答えになってない答弁をするんですけども、でまた、いや答えになってないからまた質問するんですが、でもまた同じような答えになってないような答弁をするんですが、でそれやってたら次に行くしかないんで、結局答えをどうですかね、質問の答えを出さないうちに次に行くという、なんか面白いというか、なんか展開がどんどん、そんな展開の中で今の辻元晴美女子は、そう順繰り同じような巡りなりそうなところをうまく切り込んでいって、確信トントンと引っ張ってくるという、これはなかなか見応えがありました。でまあこれは日本の最高の決議官の国会ですが、でもその最高の決議官でもこういうやり取りがぎくしゃくとするというか、あの質問に対して答えがこうちぐはぐなことで、まあ、進んでいるという現状、まあこれも見ました。そして、今度はアメリカの大統領、これはアメリカの最高指導者を決める選挙です。それのトランプさんのスピーチ、バイデンさんのスピーチ、これを聞くと、これは世界で経済力の一番ある、そして軍事力の一番ある、その指導者のトップを決める大統領選なんですが、これもまたすごい抽象合戦というか、こんなことでいいんだろうかという、まあ日本の常識では考えられないようなこうトークが、まあ炸裂するというんですか、もうびっくりですよね。で今日は朝倫理法人会の講話を聞いてですね、昼から日本の国会の国会中継を見て、そしてその後、アメリカの大統領のスピーチを見て、まあ場所が変われば、国が変われば、まあ、これだけ、基準というか常識では測れないスピーチがどんどん出てくる。で今から多分アメリカの大統領は決まらないかもわかりませんが、まあ、こう拮抗してますからね、今日は決まらないかわかりませんが、まあ、また興味があるので見てみたいと思いますけど、まあ、今日はそういう違った条件、違った考え方、違った国、まあ、そんなものを聞きました。やっぱりスピーチはいろんな種類というか、そういう立場の違った、国の違ったとこのスピーチも聞いてみると非常に勉強になりますね。今日はそういう点では聞いた中でいろいろ考えることがたくさんありました。皆さんも一つ国会中継をたまに見られたらどうでしょうか。ではまた明日、ごきげんよう。